健在意識チャンネルです今回は HSU 教員看護学博士片岡明子先生に前回に引き続き講義をしていただきますまずは片岡先生のプロフィールをご紹介します片岡明子先生のプロフィールを紹介いたします約20年の臨床看護経験の後北里大の大学院博士後期課程を修了され 博士号を習得されています札幌医科大学の教授,武蔵,教授武蔵野大学教授を経て2015年より HSU 人間幸福学部プロフェッサー2021年から HSU 人間幸福学部ビジティングプロフェッサー週末ケア学 心身健康ケア学を専門とされています著書として「幸福な魂への探求救急患者家族への倫理的・全人的ケア」「簡単なリラックスメソッド」1から12まで以上が片岡明子先生のプロフィールの紹介でした。 片岡明子先生どうよろしくお願いいたします。はい、それではこんにちは。はいきょ今日は二個目としてハチミツとシナモンの相乗効果。この相乗効果でかなり体がまた健康的な体になってくるかと思います。はいまずですねシナモンの方から入ってきますね。あのシナモンって、えー、いろいろあの大きく二種類あるんですけど。 まあそれは後,後のこととして、シナモンは別名スパイスの王様とも呼ばれています。でこのななぜ王様と呼ばれているかというと、ビタミン B1 とかビタミン B2 とか、ナイアシンとかカリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄とかあいも含まれているんですね。でこれだけあのす,すごいあの栄養素が含まれていまして。 代表的にあのこういういうな効果があると言われてますさらにまた詳しくあのお伝えしますけれどもあの血管系ですね主にねあの例えば血流の改善から血糖値の抑制それから血管老化予防血管の老化の予防ですねそれからリラックス効果シナモンはよくねコーヒー入れてますよねコーヒーとかね。 デラックス効果があると言われてますが主にですね血管系とかここには書いてないですけどあの感染症とかそういうものにも効果があると言われてるんですよね。で一つ一つちょっとあの詳しく述べますとまず抗酸化効果があると言われてますでこれはどうしてかというとあのシナモンにはですねプロアントシアニジンっていうのがあのポリフェノールの仲間で 最もその中でも抗酸化作用が強いと言われてますであの26種類のスパイスと比較した実験でもシナモンは最高の抗酸化作用を示すそうですのでアンチエイジングとか生活習慣病の予防効果が期待されると言われております。で次にでで、すね、炎症抗炎症、症抗の効果がある つまりは慢性的な炎症があって長,長期間にわたってねあの体が蝕まれているような癌とか動脈硬化とかこのアルツハイマー要するに認知症そのにも効果があると言わ,言われております。でシナモンですからあのかなり抗酸化作用複数の、ね、成分が含まれているのであの感染症にも効果があると言われてます。 いることからそれからそれからコレステロールの改善効果つまりは善玉コレ,ストロールコレステロール HDL それから悪玉コレステロール LDL ですから善玉コレステロールは善玉ですからそのままにしてあの悪玉のコレステロールは下げると言われてます。 つまりはあのコ,レステロールコレステロールの改善効果があります。ですので動物実験でも血圧を下げる効果が認められるのでつまりは心,血心臓のね疾患その予防効果も期待されますよということが謳われてます。それから血糖をコントロールする効果でシナモンというのは血糖値を下げるというふうに言われてます。 で,ですからあの空腹時の血糖を下げるということですのでかなりねあのシナモンを取ることによってあの糖尿病、ね、糖尿病にもすごくあの効果があるんじゃないかなと思います。それから血行改善効果これはシナモンに含まれているシンナムアルデヒドというのは。 毛細血管を作る物質を活性化する働きがあると言われてます。で、毛細血管っていうのは人間の体はあの太い動脈系の血管とあの静脈血管のそれ以外にそれをあのなんていうの網のようにつながっている毛細血管があるんですね。で、年齢とともにあの毛細血管っていうのはねかなり脆くなっていくんですね細くなってねなるんですよ。で、ですからあの。 だんだんあのー、年齢をあのー、減るに増すに従ってですね、あのー、足があの手手とか足がしびれるとかいねありますよね。それっていうのはやはり毛細血管がだんだんだんだねあのー、弱ってきている、要するにね衰えてきているというふうにことであので,できるんですあの出てくるんですね。でですから毛細血管の健康維持をつを図るということはつまりは 支援症の改改善善にににももななるるしれととかそうういこつまりはあの私が死え症じゃなかったんだけれどもあのなんていうんですか足が死えるとか手,手先が冷たいとかもちろん水仕事をしたらね手先は冷たくなるんだけど死え症っていう感覚はなかったんだけどどうもあのコロナ禍の時にあの必ず体温をチェックしますよね。 その時本当に私って36度以上にな,なったことなくていや,いやこんなんやった自分って体温低かったかなって本当は高めの方がいいですよねでこんなに食事とかいろんなもの気付けてるのどうしてなんだろうと思ってたん, <laughs> たんです気にしてたんですねそれでこのシナモンと蜂蜜のことを分かってあのあこれは毛細血管うやはり健康維持につなげなきゃいけないなと思ってこれをちょっと扶養していったんですよ。 シナモンと蜂蜜。そうすると、あのー。三か月以上は飲んでたと思うんだけれども、今も飲んでるんですけどね。飲んだ後、後ぐらいに気づいたのは。なぜか最近。三十六度以上になってきたぞっていうのが分かってきたんですよ。あ、これってきっと、これ、このおかげだっていうふうに。私は結びつけてるんですね。他にもあるのかもしれないけど、結びつけてあります。ですから、あのー、やはり。 あの毛細血管の健康を維持するということは、すごく大事な大事じゃないかなと思います。で、あの気をつけて欲しいのはですね。シナモンにも大きく、こういうふうなあの種類があるんですよ。正論正論さのシナモンとスカシア種のシナモンがあるんですね。それでできれば。クマリンというあ含有量が。 含有有量が入っているシナモンを取ってほしいというんです思うんです。というのはあのクマリンというのは多く含まれクマリンが多く含まれているものシナモンは肝臓障害を起きると言われてるんですね。換気の肝臓を悪くさせるということをあの肝臓って下毒する臓器じゃないですか下毒させるね。 その肝臓が副作用として、要するにクマ,クマリンりん含有量の。多いものをとり、多いものを取りすぎると。その副作用、なんでも、あの副作用って気付けなきゃいけないんだけど。その副作用として、肝機能を弱めますよということなんです。で、それで。正論、正論集というのがあるんですね。正論集は。あの、かしや。 もう一つ、うん、クマリンのがん有量の多いのは菓子屋種なんですけどこの2つの種類の中では菓子屋種なんですけど正論種の方がクマリンの含有量は断トツに少ないんですただしですねこれはかなりあのここの下の方にも書いてるようにあの薄いね要するに何枚もね重ねたその何ていうの あの皮を。除いて。精製されたも、シダものなので、すごく。あの。取れる。量がすごく少ないんですね。ですから。あの、菓子屋に比べて。非常に高価なもの。高価なもので、やっぱり高いんですよ。高いんですけれども。先ほど言った。クマリンの含有量がダントツに少ないです。ですけれども。 あの皆さんからやはり好まれているのはフマリンの含有量の少ないセロン酸をセロン酸の,しあのシナモンを好まれてますで,ですのでまあ,あのカシオ種の,カシあカシア種のシナモンを取ったとしてもまあ一日あたりの摂取量が 3g 以,以下であればねまあいいかなというふうに思いますけどね。 あのできればあの私が勧めるのは生論種のシナモンっていうのは次の表を見るともう断トツに分かりますクマリンの濃度がここ上の方の生論シナモンとカシアシナモンの濃度を調べたらこんなに違うんですよこれ。カシアが3五5 7に比べて13.7なんですよ。 すごいい濃度少ないでしょで他の方の菓子屋を見たときにベトナム産菓子屋が5,000元多いねこっち菓子屋インドインドネシア産菓子屋は1900マレーシア産菓子屋は1300中国産菓子アはなぜか580と少ないんですけどいずれにしてもセイロンシナモンの方がすごくダントツに少ないクマリンがね。ですから あの正論のシナモンを勧めるというのはこういうことです。このこのことをちょっとあの。シナモンを購入するときには、このことをちょっと頭に入れながら。入れて購入されることをおすすめします。次は蜂蜜に行きます。蜂蜜の効用はいい蜂蜜ですよ。蜂蜜の効用をまずい,いきますけれど。これはですね。いい蜂蜜は殺菌とか抗菌作用。 それから蜂蜜のいいものはや薬に薬にも相当すするんですよで後からまたそ,その話も言いますけれどもまず一般的に蜂蜜の効用としては殺菌抗菌作用だったりそれから美容効果あのお肌に直接塗ってもいいですしねこれからダイエット効果もあったり二日酔い効果もあったり認知症予防の効果もあると言われてます。で それでですね。あの蜂蜜のどんなどの蜂蜜を買うかによって、この効果はまたダントツに変わってきます。あの、日本のマーケットはですね。なんか怪しいような感じの蜂蜜でも。純粋蜂蜜です。とかね。表示されてんですよ。 で、一番のて典型的な違いは、蜂蜜は本当はね、加熱を加えちゃダメなんですよ。加熱された蜂蜜というのは、栄養効果。かなり取られちゃう。加熱され、さることによって。加熱することによってね。あの、栄養効果も失われるし、色も変わってくるし。だから、まずですね、大きく。蜂蜜の種類は,純はみつ、純粋蜂蜜。 これはまあ加熱などの加熱など一切加熱処理をしない天然のこれは天然のものですよだから要するに生蜂蜜ということにも言われてますでもこれも注意しないと、ね、いけないのはねなぜかね日本のマーケットは純粋加熱されてても純粋蜂蜜って書いてんですよさ,されてんですよで 一番あのわ分かるのは値段やはりねりね人生ミツと言われてても九百例えば1キログラムだったかな 1, ク1キログラムあたりのミツだったからあれあのすごく安いのあるじゃないですか500円とか900円ぐらいあれって怪しいですねあのー、ここの方のこのおすすめはっていうところありますよね おすすめは生,ハチ生,生がいいんですよ生要するに加熱しない栄養価がそのまま入っているあのハチミ生蜂蜜またはマスカハニーって言われてるのはこのマスカハニーっていうのはこれはニュージーランド産で2 5 0ムで2 5 0ムで3 0い近いんですよちょっと高いんですよね。 高いんですけど、このマスカハニーは？薬としても使われるんです。使われ使うことができるんです。実は実はです。何年か前に私蜂蜜にちょっとはまっちゃって、<laughs> あのマスカハニーをですね。取り寄せて。あの目が疲れた時にみんなびっくこんなことしてたっ。つったらみんなびっくりするんですけど、綿棒に蜂蜜をつけて目薬つけました。はい、目につけたんです。 染みるんですよ痛いんですけど痛くてううっとなんですけどね害にはならないしねマスク歯にはね害にならないしそれからすっきりしますあの面つけた後しばらくつけてましたけどねこれはやっぱり高いんですよねだって 250250g 入りのこの今日持ってきいませんけどもうあの空箱持ってこようかなと思ったけど。<laughs> あの 3, 近いんんですもん普通だったら 1kg ぐらいで 1kg の蜂蜜で99円ぐらいで売ってるのもあるじゃないあれはもう加熱してるもうかだからあの蜂蜜買う時も直接ね体にあの健康飲料として入れるのかそれとか料理に入れるのか。 もちろん料理に入れるのもいいものを使った方がいいけどちょっと生ミツとか高価なものはちょっともったいないよねだからサラダとか健康のために飲料他のものと例えばこ,このようにあのシナモンと蜂蜜私はシナモンと蜂蜜の場合のミックスした飲み物を作る時はいい蜂蜜使ってますだから何でもそうなんだけど私あのオリーブ油でも生あの サラダに直接入れるものについては、いいあの、オリーブオイルとかね。だからだ、必ず二種類使、あの、用意してんですよ。は蜂蜜もいい蜂蜜と、ちょっと、あの、安い蜂蜜と、用意してます。それは使い分けしてんですね。そういうふうに使い分けしたらいいんじゃないかなというふうに思いますけれども。あの、ちょっと、話がまた、ちょっと蜂蜜の種類に戻りますけれども。ですから、純粋蜂蜜って、日本でよくマーケット売ってるんで。 売っているのは加熱処理しているものもあるので、気をつけてくださいと。それから、精製蜂蜜はダントツに、これ精製された蜂蜜です。水、水飴とか、ブドウ糖とかね、ショットなどを加えてます。で、これはまたね、種類が違うので、ね、気をつけて。何に、どの、どういうものに使うかによって、蜂蜜を選ん、買う。買う際には、蜂蜜を選んでくださいよということなんです。で、いい蜂蜜というのはですね。 栄養素が約180種類以上,以上あると言われてますこのように糖だとか,糖だとか有機酸とか酵素とかビタミンミネラルアミノ酸ポリフェノールもね入ってますのでこれもあの本当にいいハチミツは,は含有量栄養素の含有量が多いと言われてます。で代表的にはですね加熱されてないはちみの栄養と効果というのはどういうことかっていうと。 本来の加熱処理してないので本来の蜂蜜の濃厚な栄養素が取れますよということなんだねだから代表的にミネラルも代表的なビタミン B1 とか BC とか体調を整える栄養素が多く含まれてますよで、ミネラルも鉄とかカルシウムとか体を作るね、質な栄養素が豊富にはあ,のありますよ含まれてますよ そしてさらに酵素としては栄養素の吸収率を上げる消化吸収代謝などの体の働きに欠かせない成分も含まれていますよとですからやはり加熱されてない非加熱蜂蜜というのは非常に栄養が含まれていてその分効果もかなり期待されますよということで最後のスライドはつまりはちょっと小さい,ちっちゃいのでち字が小さいので口頭で言いますけど。 蜂蜜とシナモンっていうのはミックスするとあの糖尿病の予防だったりねそれからあの感染症の予防だったり血管系の方のあのを丈夫にするそっちの方の効果が期待されますよということではいそれでは2個目は終わりにさせていただきます。片岡先生、講義どううもありがとうございました、はいえー。ここからはフリートートクです。 片岡先生ありがとうございました。えー、すごい。あのうん、勉強になりました。聞いてよかったと思いました。あのシナモンがね。こんなにもすごくこう。体にとってね。いいのかということよ。あいいっていうことと。あとやっぱり何でも、うん、シナモンにもやっぱりね。足道のいろんな種類があるっていう。ところで、シナモンはあのなんか若い頃。 すごい好きでコーヒーとかでシナモンなどで、ね、枝っていうかあの木片をくるくる回したりとかして結構シナモン取り込んでたんですよただあの最近はあの、うん、シナモンアップルパイとか作るときにアップル、ね、シナモンちょっと入れてでも粉末になってるんですよねそういうん。 あれね、粉末の場合は、この、えっ、ー、と、マリンでしたっけ。あの、クマリン。クマリンっていうのが、わからないですもんね。どういう、正論さんなのか、粉末の場合はね。よく見たらわかるんですよね。うん、ちょっと、見せますね。あの、ちょっと色が違うでしょう。ね、柏さんと、柏さんと、正論さん、ね。 それであのこの何時の中の構造が違うじゃない？あ本がうん薪が,、うん、薪が違うんですよ。すうんだからそれだけでもわかるんだけどね。うん、あのだいたいねマーケットで売ってるのはね貸シワが多い。貸シワやっぱりねあの消費者は安いのがね <laughs> あの目がいくのか。 あの正論酒っていうのは私はあの取り寄せてんですよね毎月あの。だからだ,えだからネットでもあの正論さんと菓子屋さんとあるんだけどあの、ね、気をつけなきゃいけないのは正論酒なのかどうかっていうことに注意してあの取り寄せてます。うん でね、セ正論酒であればね1 0、うん、千0円ぐらい千円ぐらいで百四十グラムだったかなぐらいでねってあもういろんな種類あるあの同じ正論でも高いのもあるんだけどまあ正論種だったらいいかなというふうに思ってだからあのてあのの棒状のものであればこのこの、ね、ちょ色もちょっと違うしね違うね違いますよね断面がね。それであの わかると思うんですけど、一般のあ,あのコーヒー店ではおそらくあのシナモン出しても過剰種だと思います。そんないいものを出さないと思うんですよね。ねそこで見てもらえればいいかなっていうふうに思います。あとハチミツに関してもあのなんか新しいこう知識が得られたなと思いました。で。 加熱してあるものは処置,あの処置してあるのはよくないというのは分かってたんですけどやっぱり値段は嘘つかないということで高いものはやっぱりそれなりのものがなんかあるんだなとはね思いました。それであの、えー、とマスカハニーですかマヌカハニーですかなんかその時に私マスカハニーねそれをあの買ってるんですけどあの100と400があって。 それで喉の痛みでいいんですよ」って言われてねで寝る時にあのスプーンいっぱい、えー、飲んでそのまま蜂蜜なんでそのままあの寝てくださいって言われてね徐々にねあのあの,の,の方に吸収されますって。でやっぱり 100, 100で軽い時は100いいんですけどちょっと痛いなと思うと400の,400の濃さを使うとあくる日よくなってんですよね。 だから先生言われたみたいに本当に効果があるんだなってすごい思いましただからシナモンも蜂蜜も薬効薬の効果っやっぱりすごいですね香辛料も薬の役割を果たすし天然のものってやっぱり効果あるんだなと思って昔はあの普通の蜂蜜に大根を切ったのを入れてのどってやって <laughs> いやー もうなんかそんなことをしてられない。<laughs> <laughs> 本当、あのマスカーハニーっていうのは、すごい効果あるな。でもも薬ですから、ね、うん、なんか。医者も、医者も言ってましたね。とにかく効果あるので、で、だから、初期だと、ほとんど喉の痛み取れるんだなっていうのが。すごいわかりました。これからね、インフルエンザですから。うん、<laughs> あの、ちょっとわかんないけど <laughs>、ねうん。ありがとうございました。 はちみつの,蜂蜜の中,中でもマスカーハニーはもうすごくあのいいあ本当に最高級の蜂蜜なのでい一応蜂蜜みつと称し,称してますけど薬と同じって感じに考えていいんじゃないかな。だからあのこのはちみつの効果の中,中でも殺菌抗菌作用があるって書いてあるけどまさしくもその一番の。 あの効力を発揮するのはですからあのはちみつもやはりすごくいい,い,いはちみつとちょっとね料理に使うためのものであれば安いはちみつを用意された方が薬を飲むよりも断トツいいじゃないですか副作用がないしね間違ってねたくさん飲んだってね全然うんすごいんですよだから。 で,すからねあのできるだけねあの調子を整えるためにもねそしてシナモンも漢方薬に相当するぐらいのね効果もありますんでねだからそのいい,ものい,いところどりなんですよシナモンとハチミツのミックスっていうのはね。でこの講義をしたときに私実言うと船橋支部で。 毎月健康セミナーやってんですよねですごく喜んでいただいてあの今女性の支部長なんですけど支部長も出席していただいて出席して下さるんですね。そうしたらこのシナモンとハチミツと混入したら熱心目持っててハチミツを,をあのネットで購入して。 このマスカーハニューを買ったみたいですよ。でなんかあの何か気になるところあるのかね。毎回ねできるだけあの健康セミナーに出てくれてねあの頑張ってやって一緒に <laughs> やってくれるのであの他のね会員会員さんの方もねあの 出てくれてよ。あの今すごく喜ばれてまして、私も嬉しく嬉しいでございます。なんて言ったら？<laughs> <laughs> 今日もありがとうございました。シナモンに2種類あるっていうのを今日教えていただいて、あの全く知りませんでしたのでね。でもいあの家にあるあのえっとパウダーのあのシナモンはもう絶対カシア州です。<laughs> <laughs> もうこういうちょっと赤ちゃけた色をしていますで正論酒っていうのはやっぱりちょっと薄いんですねベージュのような感じですよねあの値段的にも多分菓子屋酒だなと思いましたであの血糖値の,あのお話がありましたけど例えばあの空腹時の血糖値を下げるえっと食材例えば紅茶とかにあの シナモンをこう入れて飲む場合は食前がい,い,っていうことこですかちょっと確認させてもらいたいんですけど要するにシナモンを飲むんだったら食前がいいのか食後がいいのかってあのねうんそうねそれ,それほど気にしなれなくていいと思うんだけどそう,うん。そそんなにあの 食前でなきゃダメだ食後でなきゃいけないってこの,この効果のことを考えた時とか考えた時にまあ血糖値を抑制するということが一つ謳ってあるのでまあどっちの方がいいのかなって厳密に考えたら、まあ、食前の方がねあの例えばご飯とか食べるとあの急いで食べると急に血糖値がバーッと上がるんですよ。だから あのその意味であの血糖値を抑える意味ではどちらかというと食前の方がどっ,ちかどっちがいいですかっていった時にねだから食事と一緒にのあのとか飲むよりは食前ちょっとね飲んだ方が効果がある効果が期待されるかもしれないというふうに思ってます血糖値を下げるということではね片岡先生今日はご講義ありがとうございました。えっと このシナモンなんですけどこう粉末とスティックがあってでスティックを使う場合っていうのはスティックをすりおろして入れるんですか,か粉末状にして入れるんですかそれともスティックの,あの棒のまま入れとけば取れる摂取できるっていうもんなんでしょうかあまり難ししいい考ええなで例ばスティックのものもを購入して 粉末にして、ね、使いたいなと思ったら潰せばいいしそれで、あのー、紅茶とかねあちょっと、あのー、コーヒーでもそ何でもいいんだけども何でもあったかいものにこうやってかき混ぜてっていう時はだから、あのー、粉末であればパウダーしかならないから。 あのそれはそれで使い方料理に入れたりそれからよくあの私のトーストの上にねは,あのはちみつと混ぜてそしてあの塗って食べたりするのもすごく結構おいしいんですよねだからあまりなんちゅうのどういうふうに食べるんですかってあのか難しく考えなくていいんじゃないかなって <laughs> <laughs> 思ってますけど。 ステッグでお棒状のものであればあのパウダーにしたいなと思ったら潰せばいいわけだからねうんはい, <laughs> いやなんかあの先ほども話に出たようになんかあのお菓子を作る時ぐらいにしか使ったことがないから<あ>普段どうするんだろうなと <laughs> どうやったらあのその成分が取れるんだろうなっていうのがちょっとあの疑問だったからちょっと質問させていただきました私はですね あの毎朝あのこういうふうに人飲んでます健康のために豆乳と豆乳 100cc 100ぐらいかな大体いいねそんなに厳密にあの色決めてないんだけど 100cc ぐらいをあ少し温めてレンジで温めてそれからのシナモンを小さじ1杯とはちみつも小さじ1杯でもってよくかくしてそして飲んでますね。 すごく美味しいです、うん。それを毎日飲んでます。で牛乳じゃなくて豆乳。やはりあの食物性のタンパク質、動物性よりも食物性のタンパク質がいいので、というふうにあのやはり自ら実践しなくちゃいけない。片岡先生お肌もなんか、うん、すごいつやつやでなんか。 すごいので私もちょっと豆乳はちみつシナモン <laughs> 実践してみたいと思いました <laughs>。本日もあのご,ご講義ありがとうございました。また、えー、次回もよろしくお願いいたします。